人が好きでね。ちょっとね、今回、にわかがすいませんでした。すいませんでしたの人ではないから。そこまで責任感じてんのね。山本モナとラブホテルに具体的に話さなくていいですよ。いやでもね、まあ、にわかの代わりにね、うん、今あの坂本っていう選手が出てきたじゃないですか、うん、これ坂本がいたからまで良かったですよ。あ、そうなん。あの青森厚生学院出身でね、うん、高校通算39本のホームラン放ったんですよ。でね、将来40本打てるんじゃないかって言われてまして ね、結局でも今疲れが出てきてますよね、坂本にはね。知らないですけど、この件について1時間ぐらいお話しする。終わっちゃうわ、そしたら。終わったって。どんだけ野球好きなのね。いやもう本当にね、あのどこ行っても野球の話、巨人の話じゃないですか。大好きですからね。そう、なんかこう知識が、ね、一つに偏ってるっていうのは良くないですよ。そうですか。今こうクイズブームじゃないですか、ね、クイズブームですね。だからなんかね、俺みたいにもっとね勉強して雑学王って言われるぐらいにならないと。確かにね。そのために俺は頑張ってるんですよ。彼はすごく頭雑学王ですから。勉強はしますよ、やっぱね。僕と違ってね、毎朝ちゃんと新聞取ってますからね。取ってるだけみたいな。取ってくる人みたいな。ちゃんと読んでるよ。じゃあ、あなたがどのぐらい雑学があるか、うん、今から問題を出していきますんで答えてもらって。雑学クイズみたいな。雑学クイズ出します。そしたら俺ポンと答えそれね。じゃあね、ジャンルは芸能界に関するちょっとした雑学クイズを、うん、ジャンル芸能界ね、任せてください、うん、今から4年前、うん、4年前、2004年にフジテレビに入社したアナウンサーで、うん、はいはい、マーサっていう名前の女子アナがいるんですけども、下の名前マーサさん、このマーサは実はある有名な時代劇の役者さんのお嬢さんなんですね。はいはい、あの有名な俳優さんの、この人は一体誰でしょうか。お嬢さんがアナウンサーなんですけども、もう分かっちゃいましたね。難しいんで今日はヒントいくつか出したいと思います。ご存じない方もいらっしゃるかもしれない。桃太郎侍で、そしたら分かるでしょうね。ほにゃらら秀樹さん、名字だけでいいの？名字だけでいいの？マーサのお父さんは何秀樹さんと言うでしょうか。ちょっとそれだけ本当にちょっとね難しいと思うので選択問題で。選択問題なの？選んじゃうのね。1番、うん、高橋。1番出ちゃったよ。2番谷。3番小笠原。4番イ・スンギョ。巨人のスタメンなの？5番、巨人のスタメンいてだけだろ。何です。いや、いいよいいよ。6番分かったから、ね、安倍晋之助。下の名前まで言ってんじゃねえか。7番、仁岡。仁岡出すのか。あんだけ言っといて仁岡出すのか。8番、ゴンザレス。お父さんなんでゴンザレスマッチャンみたいなのか。9番、グライシンガー。あれ先発当たり前のように言いましたけど、グライシンガーは当然ですみたいな。いやいやいや、1番の高橋でしょ。はい、1番の高橋。1番の高橋秀樹さんでよろしいでしょうか。はい、ファイナルアンサー。めんどくせえなこれ。ファイナルアンサー。正解、ありがとうございます、ね、いやこんな感じになるでしょ、ね、ですよね。バカにしてんのね。もうちょっと難しいもんでいける雑学講座。じゃあ、うん、雑学クイズ第2問いきたいと思います。お願いします。その高橋真麻は、うん、たまに朝の番組で天気予報を担当しているんですけども、朝ね、まあね、アナウンサーですから、これ、うん、天気地図に関するちょっとした雑学クイズ出したい。地図ですか。なるほど。東京湾の南にある父島、母島などが集まる島々のことをほにゃらら諸島と呼んでいるんですけども、何諸島と呼ぶでしょうかというね。これ選択問題でいきますけど、1番高橋、諸島ですからね。谷、谷でもない。3番小笠原、小笠原諸島だよ。3番のいいよ、分かった。一緒だろうがよな。3番安倍晋之助、安倍晋之助諸島ってどこだよ。2岡も出すのか。8番ゴンザレス。そうだよ、お父さんセカンド誰かなって思ってないから。なんでゴンザレスを考えるの。9番バンサイト。当然のように第2戦はバンサイトですけど、3番の小笠原、3番の小笠原、小笠原諸島、ファイナル、ファイナルアンサー。正解。正解です。ためなくていいよ、そんなの。ございます。第3問いきますか。ほんと難しいやつ頼むよ。じゃあちょっと難しい問題いきたい。第3問お願いします。ガチョーンでおなじみの、ちょっと待てよ。ほにゃらら系と言いますが、何系でしょうか。
選択問題です。選択問題です。1番。2番の誰だよ。打順も何が打順だよ。6番谷田さん。なんでそこだけ遊びが入るんだよ。原監督の遊びがお前。まあ鈴木木村じゃないですか。いやいいよ。詳しい話しなくていいの。谷田だよ。本当の野球の話ばっかりしてたの。好きなんですもんだって。人気出ないよだって。若い女の子からわけ言われて、若い女の子が分かるような話しろって。じゃあどういう話したらいいんですか。可愛い話だろ。ねえ可愛い話で漫才作るんだよ。可愛い話をすればいいんですか。できんのね。いくらでもできますよ。やってみろよ。送りバントの世界一。可愛い話だろ。バントの職人可愛い正弘さんの話でしょ、ね。すごいけどもあの人はギターのね神様だけども違う可愛い話だよ、まあ、AKB48 の話とかするんだよ。あれメンバー全部言えるんですよ。全部言えんの。秋山清原です。AKB48 でしょ。西武の思い出支えたね最強のクリーンアップ年間100本計算できたという。じゃ可愛い話だ。カチューシャの話とかして可愛い女の子みんなここにつけた。センターとレフトの左中間だよ。そこ抜けたら長打コースで同じの左中間だよこれは。ね、トレンディードラマの話とかしてトレンディードラマのかね、なんかね。あれ、あのナースのお仕事だったら、ナースのお仕事だったらね、みんな見てる、あれ。85年、阪神を日本一に導いた史上最強のスター。バースの大仕事だよ。ランディバースの日本での功績の話だ、それは。宇野ちゃんがおっちょこちょなんですよね。宇野ちゃんがショートフライ、頭でポーってやる。宇野勝でしょ。元中日の宇野勝の有名なシーンでしょ、それ。テテテテテ山倉。門倉じゃ、朝倉だよ。門倉じゃ、朝倉だよ。全部間違えてんだ。もう黒サギの話で、黒サギ。あの黒サギの主題歌が好きなんですよ。あれね、映画化もされていいじゃないですか。お前が歌わなきゃ明日は雨。黒サギ。クロマティの。クロマティの主題歌でしょ。黒サギ、ヤマピーのやつは知らないの。あの山田久志ピッチングコーチ。だめだね。山田ピッチングコーチ、ヤマピッツっていうやつ見たことあるの。東京タワーが好きなんですよね。東京タワー、オカンと僕と時々オトンですね。あれはね、ソフトバンクに移籍した国母がジャイアンツ時代に東京ドームの看板直撃にドカンってホームラン打つんですけど、たまに守備でポトンってやっちゃうんですよ。あ、間違えた。東京ドームドカンと国母時々。田舎帰る。よくできたね、それね。すごいと思うけども。普通のさ、若手がやるような漫才やった方がいいって。普通の若手やるような漫才、なんか合コンの設定の漫才とかね。合コンの設定の漫才よくやってんじゃん。ああいうのでいいんだ。千田三生ゲーム、千田三生ゲーム、イエーイ。ヤクルトキャンプ地、那覇の話。死ねばいい。何が楽しいね、ヤクルト那覇のキャンプ地探してる。王様ゲーム。